元気で叶わないね。すごいかもしれないね。全然なんか熱が。あの考えてみたらさ、俺も東北なんだよ。元気だけど。いや、ここが一番元気なんではないかと。そんな感じなんですよ。フレンドリーでね。ねえ、一体今日もどうなのか。雨が降りそうで降らない。やっぱありがとうだから。さすがに。晴れだけに晴れ。そうだ。5月4日も大丈夫だったでしょ。うん。うん。帯広も大丈夫だった。はい。あとは。東京も大丈夫。東京も大丈夫だった。ねえ、今日も大丈夫。絶対大丈夫。ねえ、この辺のパワーは流していて。ねえ、九州も例えば、あれは4月だっけ。4月どうでしょうね。あれもバッチリ天気だったね。バッチリ天気だった。バッチリ天気。外のイベントは俺は得意やん。ね、得意。うん。常に雲をどかしてもらってるわよ ね。この間も言ったように、リアスのリディアに。リディアさんリディアにね。はい、早させていただいて。いや、もう、とにかく、事故のないように、それだけですね、なんかね。平成元年。平成じゃねえから。平成じゃない。令和。令和元年。親に感謝。みんなに感謝。東北に感謝。ね、リディアさんに感謝。本当だよ。内田裕也に感謝。これ見てこないよ。あと誰だ。玉川さんに感謝。ジョニー大倉に感謝。もう出てこない。今頃天国は忙しいんで。うん。まあ、こんなわけで元気よくかっこよく最後までね。事故のないように。事故のないように。はい、よろしく。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 待たせたな。はい、来ましたよ。今回の出題者、はい、真ん中入って。はい、いきますよ。3、2、1。イエスブラザー。ああ、なんだ、ブラザー。ああ、なんだっけ。これ、トーク面で言うとどうなんだ。エブリバディブラザー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 。そう。荒井君ですよ。主催で。東北の青大将。青大将ってことないか。あの、荒井君のおかげでね。すごいね、歴史、東北は。半端ないですね。いや、この、やっぱね、大変なことをやるから人は感動するんだと思うんだよね、俺はね。普通にやったら誰も感動しないと思うんだよね。ここまですごい人は。うん。やるね。8年。もう8年。これを束ねて8年。はい。もうちょっと前かってもうね、4、50回やってるんだよ。やってますね。東北で8年。で、年に大体2、3回、3回からやってるからね。そうですね。最初3台だった、3台。最初3台だった。クールスと走りましょう。クールスと走りましょう。ウォンテッドバイカーと3台ぐらいしかいない。クールスの方が多かったんだけど。俺はここまで来るのに、えらい時間かかったよ。ねえ。今日も東北ということで、荒井君のおかげで、荒井君なんかほら、今後のこととかもコメントを。今日なんかお嬢さんデビューするんで。それだ。ヒデミさん、これを。これ。これを。合わせていただいて、いやーすげー。娘がね、まあ、娘ですよ。娘どこ行っちゃった。娘はね、ここにいます。娘おいで、おいで。なんとお嬢様が初デビュー。昔最初乗ってた時は後ろにね、小学校3年生だった。それが今じゃこれ運転するんですから、もう時代ですよ。時代よ、はい、俺後ろから見てて、はい、うわすごいな、うちの娘負けてるなみたいな。いやあのびっくりしたよね。はいはい、あの前から乗ってた雰囲気っていうの、はい、オーラを感じたね。なんでこんなにみんなと切れるのみたいな。みんなやっぱりあのお父さんとか泉さんとかバイク乗ってるの見て乗りたいと思ってた。やっぱね、後ろに乗ってたから感覚が分かってる。なるほど。今日で3回目だよ、3回目。うん。そうじゃないと。撮影中。そうじゃないと、あんだけね、乗りこなすことは無理。俺びっくりしたもん、本当に。たまになんてもね、いきなりね。俺より前を走ったよ。前走ったよ。後ろ走っちゃったよ。はい。で、後ろ走っ、そういう
時代がね、時代が来たか、時代が変わる、はい、いや時代がどう変わろうと俺はこのまま倒れるまで、走るんでね、生きてる限りおもろバイクでガソリンのある限り走りますよ。やったー。そんなわけで今日も元気よくかっこよく行くんでよろしく。なかなか出ないんじゃないですか。出ません。結果出ないから今何だろう。すいません、こっち側、その赤いコーンより内側に、はい、行こうぜ。はい、OK です。ありがとうございます。Such a wonderful time.
steady girl。あの子はセクシーガール、セクシーガール。ドライバーに揺れるサーフィンボード、白いビキニでスイムズメイク。バンナーズのあの子はサーファーガール、サーファーガール。パーティー終わってもウィズベル、二人だけの海で、カーボン最高やわらかくめてる。
Yeah.
悪いやつ らこそいいやつがいっぱいいるんですね。だからこうやって皆さんね、こうやって ご賛同していただいて、いろんなところに寄付ができて、本当に去年もね、161,120円、猪苗代町とね、16万同じ金額を広島県の坂町に届けられたことは皆さんのおかげでございます。本当に高い席ですが、ありがとうございます。僕の中で心残りなのが北海道へ持って行ってないので、今年は一関市に半分、北海道に今打診してますので、そちらの方にお金を持っていこうかと思ってます。本当に長い支援ができればと思います。本当にありがとうございます。本当にね、北は北海道帯広から南は沖縄まで、みんな来ていただいてね、僕は嬉しいです。ね、そろそろやりましょうか。いいえ、私はサソリ座の女、もっと手拍子ちょうだい。沖の住むまで笑うがいいわ。ご視聴皆さん、おー、セク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 ノリカー、 OK、 おー、セクセクセク4月のスタジオ、メトには雨の音。誰も写真撮影してないじゃないですか。撮って今日肖像権ないから、はい。ありがとうございました。また後で会いましょう。はい、そのまま田代さん、そのままね。動いちゃいけないんですか、事件ですか。動いちゃいけない。さあ、一緒にやろう。えんよ、やめろ、全部やめろ。こっちが、こっちが結婚を出そうとする。割とちょっとね、ビクビクしながらやってますけど、今日は警察の方は大丈夫ですね。いいか聞かなくて大丈夫だから。それでは恒例のチャリティーオークション、イエーイ。オークション、ね、はい、せっかくですから、はい、田代さんがこれ持ってきてて、これ貴重なやつですよ、本当に。今日、はい、ちょっと見た目古くて汚いですけど、はい、これ昔僕マーシーズという原宿にお店出してまして、あ、まあ、そこでデザインいろいろね、僕がしてもらうんですけど、その中でですね、唯一僕がデザイン、やかましいな、はいはい、唯一ですね、僕がデザインして、うるさいっていうの。どうもこんにちは、ジョン・ブラックマンです。よろしく。Thank you.
暑いから水分取って。ウェスワッパブルーバープラッパンダウトゥルー。間違えて革ジャン着てきちゃったやばいことなんです。ありがとう。間違えちゃった。これあのブラックバードは革ジャンがこれ清掃なんで、3年前もここでお世話になりました。3年前にも来たやつ、ありがとう。ってことは台が入れ替わってることだね。ウォンテッドカー、あのバイカーツーリングもね、ね、そうですか。じゃあ、え、どこ行くの？あのね、どうした？あの内田裕也さんが、1958年にね、昭和33年ぐらいに。ウエスタンカーニバルっていうのを、帝国劇場でやってて、ビトイサオさんとか、その年に俺は生まれたんですよ、昭和さんですね。今年61になりますけど、その頃もうステージでギター持ってこんなことやってた偉大なロックンローラー内田裕也さんにちょっと憧れたところもあって、昔ルガム議会でやってる時に、あのシェキナベイビーっていう言葉をロックンローラーにしたくて、俺の好きなベイビーっていうタイトルで俺のシェキなベイビーっていう曲を作ったんです。であのコーラスで一緒にやってもらいたくて内田さんの事務所に電話したんですけど、いやそれはやらないって言われました。でもレコード出すことは心よくしてあの OK してもらったんで、今日はね、最高のロックンローラー内田裕也さんと共にみんなと一緒に、歌いたいと思います。俺のシェキなベイビー、俺の好きなベイビー、俺のチェキの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 ベイビー、
それでは I got a four little demon too。Oh,
いや今日暑いな。よし、じゃあ行くよ。ぶち切りロックロール。Right.
行くよ。ファイブ、ママ。
島大輔が歌っていた男の勲章ですが、作ったのは横浜銀歯のジョニーです。だからもともとは横浜銀歯の歌なんです。俺がこの間先日焼肉のフェスで東京で歌った時に小学生の子供たちに偽物だって言われました。ちっしょ、ちょっとムキになるのをやめてそのまま帰ってきましたが、皆さん大人なら笑ってると思います。じゃあ今日は横浜銀歯のような感じでお届けします。ラストナンバー、男の勲章。
Money High School Rock and Roll、hey!ブラックバードのバラード1曲聴いて覚えて帰ってください。ホラン番長
今年で、東北ボンテとして8年になるんですけどね、もうね、長いもんでますけど、子供はまだ生まれませんでしたね、その頃はですね。すぐにね、年月が経ちますのでですね、まあ、大切にお子様を育ててくださってよろしくお願いします。そしてですね、それからもううずうずしますけど、リポが一発であります。アナポアステディガI'm not afraid to die.
一発、フリーのものですからね、夏の曲を一発聴いてほしいと思います。ちょっと山に囲まれてるんですけれども、海の曲ですね、サマーレディお願いします。
Thank you.
Thank you.
それでもう一発、最後シンデレラを見せていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。